はい、皆さんこんにちは。神工房のキングダムです。本日紹介したいマクロ情報はこちら、マクロシリーズマクロ超時空フェスティバルプレミアム映画祭@109シネマズプレミアム新宿開催決定ということで、今月の23日から、はい、始まります。マクフェスの会場の、上8階ぐらいかなに、まあ、映画館があるんですが、まあ、そこでマクロスの映画を開催いたしますと。はい、9回と10回ですね期間がマクフェス開催期間中2月23日から4月7日上映作品が愛予防からですね、プラス7、まあ、FB7 ですね、フロンティアデルタで、さらにライブ映像ですね、フロンティアの3年前か、もう3年前になるんですね、2021年の映画と、ワルキリーリボーンとラストミッション、はい、となりますと。でこちら映画が6500円、まあ通常より高いですね。クラス S、 クラス A、 クラス A が4500円、はい。でシネマズポイント、まあ、会員入ってるとちょっと安くなりますと。でライブが7500円と5500円となってますと。はい、このクラスはちょっと行ったことないんで分かんないんですけど、席とかですかね、はい、となってます。でアイオボと、プラスの映画は当時のあのフィルムのやつで、流される予定となってます。はい、なのでこの機会によければ見に行ってみてください。私もアイオボだけちょっと見に行こうかなと思ってます。はい、という感じで今回は以上とさせていただきます。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた次のマクロ情報でお会いいたしましょう。